こんにちは、森脇 TV です。はい、ということで今回もアプリの紹介をしていきたいと思います。東京 MX テレビ各週木曜夜1時40分から放送しております。話題のアプリ A じゃないか、こちらで紹介したアプリをこの森脇 TV でも紹介していきたいと思います。はい、今回もですね、実は舞台のお仕事の方で収録に参加できておりません。なのでうまく説明できるかどうかわかりませんが、紹介していきたいと思います。まず最初に紹介するアプリは脱出ゲーム女子更衣室からの脱出2でございます。こちらは大人気脱出ゲーム友達メールシリーズの最新作になるそうなんですが、まずは説明動画の方をご覧ください。友達メールシリーズ最新作女子更衣室からの脱出2。友達からのメールで女子更衣室に呼び出された主人公、友達が仕掛けた謎を解いて閉じ込められた更衣室から脱出しましょう。行き詰まった時にはヒントもあるので初心者でも楽しめます。はい、ということで今回でシリーズ6作目、前作の女湯からの脱出はアップストア総合1位、すごいですね。総合1位ってすごくないですか。気になるところをタップしてアイテムを駆使しながら謎や仕掛けを解いていくオーソドックスな脱出ゲームになってるそうです。アイテムにも女子更衣室らしさ満載だそうです。ということで早速やってみましょう。始まりました。今日前回とは違う場所にある女子更衣室に来てほしいというメールが友達から来た。まあこのパターンはだいたい予想がついてるんだけど、とりあえず携帰おっと、おなんかかかってきた。もうそろそろメールが来る頃だろうとは思ってたけど、さすがにもう何するか分かる。いや今回は結構前に、おーなるほど、これでいろんなとこタップしていくんだね。おお、服が入ってる。あー、こうやってどんどんタップしていくんだ。で今度はぶっち上げて5着。なんか下にあるな。お、ノコギリ。下にノコギリが加わってるから、これは取れてる。んで、自動販売機があって、出口があって、洗面所。で、ドアがあって、両方の観葉植物。もうなんか変な手のオブジェがありますね。なんだこれ。なんか超。なになにこれ。お、なんか入ってた。ゴミ箱の中になんか入ってた。金庫のスイッチ。ちょっと金庫開けてみよう。よし。ん？上のところのくぼみなんだ。お、で、ここでこのスイッチを。お、ついた。いやほい。で、お、スイッチ入れて、はい、つきました。やっぱりね、さっきの感じで2、8、5、1、オン。はい、たくさんね、おいとグローバーバッジを手に入れました。はい、ということでね、今日はここまでですね。これじゃったらネタバレになるんで、まあ一応今金庫を開けてグローバーバッジを取るところまでやってみたんですけど、このようにいろんなところにいろんなアイテムが隠されてて、それをどんどん、入手して使ってって、ノコギリ何に使うのかまだわかんないんですけど、全然女子更衣室らしいアイテムがないなんだと思うんで、絶対ないでしょ女子更衣室と。まあこういう風に、まあいろんなねヒント、スペシャルヒントを駆使しながら脱出するまでのゲームになっているそうです。ということで気になった方、こちらやってみてはいかがでしょうか。大人気脱出ゲーム女子更衣室からの脱出2でございました。はい、続いて紹介するアプリはプレゼント管理アプリオクルルということで、プレゼント管理アプリって初めて聞く言葉なんですけども、オクルル、言葉だけじゃちょっと内容がわからないんで、まずはこちらの説明動画をご覧ください。大切な日を逃さないプレゼント管理アプリオクルル。家族はもちろん、友達やお仕事先からもらったプレゼントを、逆に自分があげたプレゼントも記録できちゃう。また、大切な記念日や誕生日登録しておけば、事前にメールでお知らせしてくれるから、プレゼントの用意も忘れない。その他にも、季節ごとのイベントチェックもできたり、贈り物をする際のマナーも学べちゃう。はい、こちらはお祝いを管理するアプリになってるそうです。誰に何をプレゼントしたかを記録できたり、誰から何を送ってもらったかを記録できるので、お返しの品物や値段などを選ぶときに便利。相手の誕生日や記念日を登録しておけばメールや通知もしてくれるので、焦る心配もないということなんですけれども、これ便利ですね。まあ森脇ね、あんまり人に贈り物をしません。でもまあいただいたりなんかしたときはお返しはしないといけないじゃないですか。ただいつ誰に何をもらったかっていうのはね、全部記憶してるわけじゃないんで、これ通知が来るんですごく便利だと思います。忘れたら大変なことになるじゃないですか。失礼じゃないですか。なのでこれ使ってみようかなと思っていますけれども、ちょっとねどんなアプリか中見てみましょう。おくり、あのね、プレゼントの予定をどんどん新規登録して入れていくと、カレンダーみたいなやつに入
入るってことですね。ただ今日はね、僕は何も登録してないんで、マナー講座っていうのを見てみましょう。あ、なるほど、正月だとかバレンタインデーだとかひな祭り、ホワイトデー、なるほど、父の日とかいろいろあるわけですね。一番近々で言うとハロウィンですよね。ハロウィンちょっと見てみましょう。なるほど、由来とか現代のハロウィンとかね、日本でも楽しみだとかいろいろ載ってます。11月1日のキリスト教の万聖節と呼ばれる記念日の前夜祭と10月31日のケルトの収穫感謝祭が合わさって始まったと言われています。まあね、ハロウィンなんてね、もはや起源を知らずにわわさばいでるだけの人多いですけど、こういうのを見とくと、元々がどういうところからの由来が来てるのかとか、まあ、現代のことなのか、日本での楽しみとか、まあ、こういうマナーもわかる。やっぱりこうちゃんとした意味知ってた方が絶対いいじゃないですか。これ便利ですね。あとまあその下に、まあ、ドラキュラ、ヴァンパイア、お化け、まあ、メイクの仕方とかコスチューム、まあこう関連ことがすぐ調べられるようになってます。これ便利だ。その後はまあクリスマスだよね。なるほど、いろいろこれもね、ちょっとした勉強にもなりますね、いろんな行事の。はというふうに、こういうね、人付き合いもね、これから大事ですからね。こういうのを使ってみて、まあ、贈り物やり取りしてみてはいかがでしょう。金額とかもね、ちゃんと入れとけば、誰にいくらぐらいのものをもらったか、これ後輩だとか先輩だとか会社の上司だとかね、いろいろなんていうんですか、こう金額って迷うんですけど、そういうのも調べたら載ってるんじゃないですかね。贈り物ライフを楽しんでみてはいかがでしょうか。プレゼント管理アプリ、おくるるでした。続いて紹介するアプリはスキルのフリーマーケットサービス。ここなら似顔絵からビジネス相談まで自分の得意なこと、いわゆる自分のスキルを売り買いできる日本最大級のサービスになっているそうなんですが、スキルを売買で言われてもちょっとわからないんで、一回説明動画の方をご覧ください。日本最大級のスキルのフリーマーケット、ここなら似顔絵作成から恋愛やビジネスの相談まで、自分の得意なことに値段をつけて販売したり、自分が必要な知識やスキル、経験を持った人から気軽に相談やサービスを購入できるんです。200以上のカテゴリーで、ここでしか出会えないユニークなサービスを売り買いしてみませんか。はい、ということですが、丸々教えます、アドバイスしますといった個人の知識、スキル、経験を気軽に売買できる。価格は500円から50万円まで出品者が決められるそうです。200以上のカテゴリーがあり、似顔絵やウェブサイト制作のほか、ファッションの相談、言い訳考えます。言い訳考えるってすごいな。まあそういったユニークなスキルの出品者もいるというそうなんですが、ちょっと説明だけでも分かんないんで、一回覗いてみましょうかね。似顔絵いきなり出てきましたね。エクセルの使い方とか、こういうことか。占いとかね、デザイン、恋愛、結婚、習い事行くまでもないようなこととかを聞けたりする。なるほど、いいかもしんない。あ、似顔絵1000円とかね。あ、デザインとか助かるな。例えばまあ森脇とかだったら、こう舞台を制作するときにチラシを作ります、チラシのデザインとかね、お願いしてみて、1000円とかだったらまあいいよね。ゲーム攻略とかね、あ、やっぱあるね。ゲームの攻略進行とお手伝いします。どうやって手伝ってくれるんだろう。チャットとかめちゃくちゃ興味はあるな。これでもちょっと俺の仕事と使い勝手いいかもしれないな。はい、ということなんですけども、まあ結構日本最大級って言うだけってかなりのね、種類のスキルがねありましたけれども、今年2月からは品質や実績ある品質者を認定する PRO 認定制度も開始されたので、高いスキルを持ってるとマッチングすることができるそうです。いろいろ進んでるんですね、世の中は。これでね、仕事にたくさんもらってる人もいるだろうし、これ使っていろんな仕事に役立ててる人もいるでしょうかね。ちょっとこういうのやっぱ知ってないと、知らないってのは損ですね。興味がある人、こちらやってみてはいかがでしょうか。スキルが売買できるというアプリ、ここならでした。とまあこういう風にですね、この森脇 TV では話題のアプリ A じゃないか、東京 MX テレビ各週木曜夜1時40分から放送している番組なんですけれども、こちらで紹介したアプリをこの森脇 TV でも紹介しております。過去のやつを見てね、いろんなアプリ紹介してるのでチェックして、あ、このアプリ面白そうだな、いいなって思ったらちょっとねやってみてはいかがでしょうか。これからもどんどん紹介していきたいと思いますので、森脇 TV の方もよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。